小島のことむしゃむしゃの小島です。わてかめっちゃ寒い。本当にもう最近急に寒くなっちゃったから家だけど厚着、風邪ひいちゃったら大変だからね。はい、ということで私も iPhone 12 Pro Max を購入して使い続けてかれこれ2週間か3週間ほどになります。使い勝手なんですけど、まあまあまあでかい。とにかく重いです。重いというのを忘れないでください。で、私ね、この充電器をこのピタッと背中につけるタイプの充電器を買ったんですよ。でこれが本当に良くて、つけたまま電話できたりとかいじったりできて、穴に刺さない分充電器が壊れやすいリスクがなくなる、壊れにくくなるって思って、もう本当にこれ大好きなんですけど、ただ絶対に画面を割りたくないっていう気持ちが強いんですよ。もう絶対に割りたくない。で絶対割らないにはなんかね、手帳型のケースがいいって聞いたんですよ。だから手帳型のケースを買いました。それが可愛くないですか。これはもうね、10年使うっていう気持ちで奮発してちゃんとしたの買いました。大問題だったのがこれなんですよ。その充電器、これね、つかない。やばくないですか。4000円かけてた、4000円かけたのにない。でこうやってても全然充電反応してくれないから使えない。これが一番大ショックでした。画面を守るためだったんですけど、まさか反応しないとは。だからね、アップルで売ってるのも手帳型なかったんですよ。探したんですけど、これ使えなくなっちゃうからだったんだと思って。でなんかまあ充電の時だけいちいちこの中身携帯のケースから外してやればいいかなと思ったんですけど、それはそれでこっちのケースが壊れやすくなるじゃないかと思って、なんだったらもうすでにね、これ入れる時に無理やりギュッてやったらパキッて、ここ見えないか、見えないけどここにちょっとね割れ目入った。壊れすぎじゃない、いろいろ。そうだから買えないから、本当に iPhone 12買った方たち、買った方、手帳型にするときはお気をつけください。こちらの充電器が使えなくなっちゃいます。でもまあ昔使ってた iPhone 6 Plus を使ってた時の未だに使えるんで、差し込み口が一緒だから、だからなんとかなってるんですけど、ショックはショック。